はい、皆さんこんにちは、ワナリングルビージです。では今回は信長の野望乱石続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、勝家が裏切るということがあって、立ち行かなくなりましたので、タイムリープをして軍団長の指名をし直しています。軍団長はですね、庭長秀はそのまま据え置きなんですが、第三軍団としては常置ですね、池田常置、常ちゃんを第三軍団の軍団長に指名したというところになります。では早速続きをプレイしていきましょう。まずですね、ちょっとばっかり武将の再配置を行っていきたいなと思います。まずは人事異動ですね。丹波からは、いやちょっと待ってね、本願寺を攻めるか、それとも丹波を攻めるか。まあ信長は本願寺を攻めようというわけで、信長、秀吉、信虎、半兵衛、正影、重秀、左近、この辺りのメンバーはこぞって越前へと移動しましょう。で、他の面々ですね、ちょっとバランスを取っていきたいので、美濃にねめちゃくちゃ人材がいるんで、美濃から丹波に、そうだな、最低4人は入れておきたいので、各国に。どうだろう、近江は、近江はそれなりに人はいるか。尾張は、尾張も人がいるね。じゃあ続いて播磨、播磨も人がいっぱいいる。御坊がちょっと足りないか。御坊に人をじゃあ増強して、続いて大和、大和は全然足りないね。んで、あとは播磨、播磨も人いっぱいいるんで、播磨から紀紀も人がちょっと少ないよね。紀は結構危ないかなと個人的には思ってるので、紀には人を増強しましょう。あとは伊賀、伊賀も全然足りないな。あと伊勢ですね、伊勢志摩も人はちょっと足りないかな。これでバランスは良くなったんじゃないかな。あまり適材適所というのは考えていないんですが、一旦これでいいでしょう。あと奉行衆ですね、任命しておきます。開発、そうだな、開墾、回収、ちょっと待ってね。まずは近江から入れていく。残り2あって欲しいのは開墾だよね。あとは商業も入れておきましょう。商業はもうこれはいっぱいいっぱい。じゃあ山城は、山城の商業、これ以上投資はできない。越前は、いや越前はいらないな。美濃、美濃も人がいっぱいか。尾張、尾張こそいっぱいそうだよね。あ、尾張はまだできると。おお、いやいや尾張ももういっぱいいっぱいって言ってるね。じゃあ回収も多分、まあ回収はできると。じゃあいいね。であとは軍団で輸送させましょう。庭長秀軍から第一軍に金をちょっと巻き上げます。庭長秀軍に戦闘は望んでないですからね。
で、旧敵になってる黒人衆はいきなり攻撃してくる可能性があるんで、とりあえず金と兵糧をばらまいていきます。ちょっと全然違い話を、この交渉中は皆さんも退屈されると思うのでしておくとですね、一応6月はタイに一応2回遊びに行く予定です。と言ってもですね、もう完全に遊びというよりはただ単にマイルが溜まりすぎてマイルが消えていくんで、まあ、だったら行くかという程度のノリなんですけど、まあ、2泊なり3泊なりっていうね、ちょっと弾丸のスケジュールで行ってきます。で、最近ちょっとね、ツイッターの方で書いてない、タイネタあんまり書いてない理由が、お配れはしてないんですけど、お気にバレしまして、ちょっとね、あんまりツイッターの方に書くと、動向がバレてしまうというのがあってですね、最近なかなかツイッターの方で書けていないんですが、まあ、相変わらず、タイに熱を上げているというところは変わらずですね。旧敵からなかなか戻ってこないな。まあ、素縁はこの際後回しにしましょう。で、あと水軍は、とはいえ水軍は特に能登はしっかり入れておこう。この後一合戦二合戦と行きたいですからね。でね、合戦はもう1回で確実に敵の拠点を1つ以上奪うという戦い方をしないと、結果的に兵糧とお金を大量に使うんで、まあ、多少面倒くさくても今やっているこの工作ですね、これはやっていきましょう。特に旧敵になっているものは絶対にないようにして、でかつ攻め込む予定がある場所には親密状態にしてから攻め込むという形にしていかないと、なかなか面倒くさいことになりますね。で、今回はタイに行った時にはですね、ANA ファイルを使うので ANA で行くんですけども、奥さんから化粧筆っていうんですかね、あれを機内販売のやつを買ってきてくれと言われているので、これはちょうどいいやということで、オキニたちのお土産ももうそれにしようかなと思ってます。なので機内で化粧筆を2つも3つもオーダーしている人間がいたら僕だと思うんで、ちょっとそっとしておいてください。あんまりね、あんまりっていうか全く化粧筆を使ったことがないんで、その ANA の機内販売で取り扱っているものがどれだけいいものなのかというのは正直わからないんですけど、かなりいいものらしいんで、値段はねしっかりは見てないんですけど、確か2万3万弱、27,000とかだったかなと思います。さて、これで一通り入れたかな。特にね、旧敵になっている比叡山延暦寺、ここ入れ忘れてますね。旧敵状態はできるだけなくしておきたいので、多少金を使う羽目になったとしても、で、あとは外交で、まあ、家康くんともしばらくは仲良くしておきましょう。言うことがゼロになってるからね。で、あともう一個軍団から輸送で、つねちゃんから金だけ巻き上げておきましょう。
これでじゃあ一旦進めていきます。あと機内販売でね、よく使う、よくでもないですけど、たまに使うのがティファニーの、まあ、2万円3万円ぐらいの少し安めのアクセサリー、これは買っておくと何かと便利です。奥さんにお土産みたいな形で渡してもいいし、まあ、2、3万なんで、タイのお気に入りにプレゼントするっていうのでも全然ありなんで、たまに ANA の機内販売のティファニーのブレスレットとかネックレスは買いますね。買ったものの、ずーっと自分のクローゼットの奥深くに眠っているものも多分2つ3つあるんじゃないかなと思いますけど、キーの国衆が第三軍団の治めるキーに攻め込んできた。マジか、これ撃退してくれよ。うお、1個取られてるし、何やってるんだ。結構やられたな。しかもやってくれるな。どうする？まあ武将はね、今全然いない状態になっちゃったので、朝倉の急進といえども迎え入れていくとしてだ。問題は、第三軍団の国収入バレた、あそこだな。ちょっと人事異動で信長自ら移動しましょう。信長はいけないもんね。となるとまず軍団の采配だな。分配で再編していきましょう。で人事異動で信長自ら大和に入りましょう。あとはいつもの交渉ですね。急敵になってるところはしっかりと急敵からの回復を図っておきたいんですが、どうだ、ここはちょっと無理だな。急敵状態だけど一刻も早く奪回したいからな。で丹波と能登は親密まで上げていきましょう。とにかく今はこの2つ、丹波と能登は平らげたいですからね。特にね、能登の本願寺、これも潰しておきたい。他は急敵になってるところはないよね。急敵になってるところだけはもう徹底的に回避していきます。対立はしょうがないと。まあ、ただこれから攻め込む場所、あるいは確実に攻め込まれる場所は親密まで上げておきましょうね。それにしてもつねちゃん不甲斐ないな。まさか黒人衆に城を奪われちゃうとは。
こうなるとでもあれだな。キーは、そう簡単に取り返せないかもしれないね。敵対勢力が多すぎて。まあ、確実にまずはキーを取り返しましょうという作戦からですね。まあ本当に四面楚歌という状態だな。勢力的にはそれこそだいぶ拡大しましたけど。さあ、守備側はそれなりに多いんだな。まあ、犀賀の城で敵を迎え撃つというのがいいのかな。まずは城に入りましょう。敵の城がどこにあるかというと、ここか。ここに行くには、敵の黒人衆の砦が一つあるね。この砦は潰しておきたいな。あと岩礁寺も潰しておいた方がいいよ。岩礁寺じゃないけど寺ね。鵜の森御坊で合ってる？読み方。鵜の森御坊さんは潰しておきましょう。出陣して確実に叩く。そしたら一旦城に入って休憩しましょう。さあ、士気の回復した部隊から出陣していきましょう。まあ、逃がさずに全員討ち取れという勢いですね。
まあ、雑賀の城はでかいですね。でもこうやって見ると、さあでは城攻めにかかりましょう。気合があと1回しか使えないのか。ここはちょっと要注意ですね。ここで気合使っちゃうのか。ちょっともったいないけどしょうがないな。なかなか士気が硬いな。士気というか砦が硬いですね。一回士気の回復を図った方がいいな。でその中でもまだまだ戦える人材は全員全軍退却にする必要はないので、別途城攻めは継続しましょう。どっちかっていうとやっぱ足の速い軍勢が先にへばる傾向がありますね。
ちょっと時間が足りないかな。なんとかなればいいけど。さあ、あとはじゃあ手取り城攻略しましょう。ちょっとね、式的にあと時間的にどうかなというのはありますが、まあ押せるところまで押していきます。どうなんでしょうね。あとはちょっと気になる、残りの武将数ですね。敵方の それなりに残ってはいたか。まあ合戦自体は30日を過ぎてしまったので終了ですが、いやー、この城なかなか落とすの手こずりそうだな。奪われた城、さてどうする。まずはいつもの交渉で危ないところはさらっておきましょう。まずはノートですね。まあ金はいくらあっても足りないかと。親密状態持っていきたいですからね。丹波ノート、どちらかというと金を渡しておきたいな。兵糧は合戦が続きそうな気配があるんで。急敵にしてるとね、謀反というか反乱を起こしてくる可能性があるんで、対立状態をせめて維持したいんだよね。本当にね、金を使わせるよね、こういうところで。仮に謀反を起こしても確実に鎮圧できるだけの軍事力があればいいんですけどね。なかなかどうしてそこまで圧倒的な軍事力を維持しておくというのが、まあ、正直難しいかなというところもあるんで、いやー、寺社も旧敵になってくるところ多いね。本当にそこまで嫌うかなというぐらいね。
実際信長がどうだったのかっていうのは別ですけど、このゲーム上ではこの煩わしさなんとかしてほしいよな。さあ、では再び間髪入れずに合戦自体は押してますからね、押し切りましょう。まだ12月か、兵糧が入ってくるまでだいぶ期間があるな。こんだけ合戦が続いてるとちょっと心配だね。いやー、黒人衆の鎮圧に明け暮れてしまってなかなか先に進まないな。守備側には国衆と宇野森小坊がつくわけだな。まあ、これは想定ないと言っていいね。まあ大した武将はおそらくいないと思うので、部隊を集結させていきましょう。数の暴力で一気に仕留めると。おっと、ちょっと待ってね。ここでただ敵の部隊と遭遇するのか。結構押されてるな。森吉成隊が壊滅？ちょっと一旦軍を引こう。なかなか強いな、敵の方も。一旦城の中に撤退して士気を回復しましょう。
や本当にねこのセオリーがわからないわ。できるだけ城の近くで敵を迎え撃って敵の士気を削ぐのが一番いいかな。でかつ敵を城内に引き込んだら確実に仕留めよう。と言っても士気が高い武将は秀吉と鈴木ぐらいしかいないか。逃がすなよ。確実に確実に倒そう。まだだ。まだ待ちましょう。よし、いいだろう。よし、それでは敵をこの辺りで一気に。引き込んでおいて倒す。ピンチになったらすぐに城に入る。よし、そしてまた敵を引き込んだら士気の高い部隊で出陣していこう。そして敵を確実に葬り去る。逃がすなよ。おお、中に入っちゃった。これがあるね、ここで戦ってると。さあ追撃だ。どうする、これでもキリがないよなこの戦い。しかもなかなか勝てない。
おそらく勝つのは無理だ。士気がしかも回復しないと言ってきている。遠いんだよね、手取り城だっけ、もう一個の城までが。ダメか、落とせないな、この手取り城硬い。硬いね。今災害から武将を出陣させても間に合わないでしょう、きっと。まあ、数も少ないしね。しかも撤退を始める有様だ。
乾杯だな。ちょっとここ考えもんだな。委任する？委任するとあっさり勝利するパターンあるからね。いやー、ちょっとさ、攻略の方法、糸口が全然つかめないよな。落とされるっていう数もないと思うんだけど、218しかないのか。でもいや大丈夫か、災害が落ちるなんてパターンやめてよ。のどかしいね、時間の進みが。ちょっと委任パターンでプレイをしてみて、ダメだったら作戦を変えましょう。まだ兵糧はあるでいいんだよね。兵糧が尽きるのも早いからな。常を決め、茶会をしてる場合じゃないだろう。才蔵は雇い入れましょう。足利義明も雇い入れよう。ちょっと間髪入れず、腹立たしいので出陣していこう。統率が高い武将を上から順に選ぶパターンでいきます。これで落とせなかったらもうちょっと考えもんだな。落とせないか。いやー、なかなかしんどいな。となると地道にあそこはしっかり懐柔策をして、北陣州寺社州を味方につけていくっていうところから始めていきますか。対立してるのに金をよこせっていうのも微妙だけどな。はい、ではちょっと長くなりましたけど、何一つ戦果を上げられませんでしたが、一旦ここで終わりにして、また次回続きをプレイしていきたいと思います。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。